ます。はい。宣教師が天に召されてから何年になるのかな、ちょっともう正確に分かんないけどね、うん、彼がやっぱりねこの森の中に何とかしてキャンプ場を作りたいって思って、うん、そしてこの地元の人たちの協力っていうのをね得ながら山を切り開いてキャンプ場を作ったっていうことだけど、先週来たお客さんがその幼少期ここに遊びに来てたっていうふうに言ってて、うん、よく農民祭とか、うん、昔、まあ、リフ村だった時の、村民がここに集まってたんだよとかいうことをお客さんから教えてもらって、うん、もう実体験がある人、そう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 、じゃあ70歳とか、そうだね、うん、うん、我々の知らない時代のことをね、うん、実際体験してる人たちがね結構リフの町の中にいるからね、そうですね、うん、そうだったんだっていう話をお客さんから聞かされるみたいなことも結構あるでしょ、うんうん、なんか多分ここのね整備とか携わったことあるっていうお客さんも来たことある、うんうんうん、でそこのキャビン、まあ今倉庫になってるのね、うん、3つ4つ、うん、それをキャビンにしてっていうのが一番始まりだったんでしょ、うんうん、その時代のことをよく知ってるっていう人たちもいるよね、うん、この間来た人にも言われたけどね、うんうん、とにかく海外からねいろんな人たちが来て手伝ってくれたっていうのを見て、やっぱり当時のリフ村の村人たちは外人さんたちと初めて会ったっていう感じでさ、うんうん、村長さんも来てここで歓迎会をやってくれたりとかね、うん、そういうような話を聞いたけどね、うんうん、やっぱリビングストーン先生の、うん、この、まあ、この間もなんでオシアンの、うん、オシアンっていう名前なんですか、うん、すごい素敵な名前だと思うけど、うんうん、なんでそういう名前にしたんですかって、うん、それ60年ほど前に宣教師の方が来て、その先生がここを切り開いた創設者の一人なんだけど、うん、っていう話をして、その先生の名前がリビングストン先生っていう名前だったんだっていう話をしたら、うん、それねとかって言って、うん、すごい、いや単純に美味しいから美味しいやんかと思ってたけどっていうふうに言って、まあそれもあるんだけど、うんうん、ね、この蕎麦屋みたいな名前をつけたっていうね意味があって、うん、やっぱりねそういうルーツを知ってもらいたいっていうのがあったし、うんうん、まあ、この場所のね創設者たちが思い描いた生き方で、まあ、健やかな生き方だったり、うん、まあ、調和の取れた生き方っていうのを、うん、やっぱ求めてる人たちがたくさん実はいて、うん、まあ、意識的に求めてるかどうか分かんないけど、うん、でもやっぱり心の奥底でそういう生き方に飢え渇いてたり、でそういう方々がここに来て、あ、これじゃんって思えるような、うん、まあ、そういう出会いを提供するっていうのは、やっぱり僕らがやっていきたいことだし、うん、行く必要のあることだし、うん、って思うんですよ、うん、
自転車を届けてとかだったかな。あと水運んだね。うん、水運んだ、ね、大量の水を。南三陸はね、あの何半年ぐらい断水してたからね、うん、とにかくそれでいろんなところ回って御用聞きをして、必要なものなんですかってね、文ちゃんが聞いて回ってっていうのをやったよね、うん、僕自身は行ったのが初めてだったぐらいで、その行った最初の日にあの西条さんとやっぱり出会えたっていうのはやっぱり大きかったですね。この場所をなんか愛しちゃうじゃないけれども、ここに来なきゃっていう、 こう使命感に突き動かされるみたいなことがやっぱりこう個人との出会いによって起こったよね。最初はやっぱりこう沿岸部に行くこと自体怖いっていう感覚もあったけども、やっぱ俺なんかとその東松島の小野さんに、まあ、その笑顔を見に行きたいっていうか、で地域を愛してるリーダーと出会ったっていうのは結構大きかったかなっていう、うん、ただただその沿岸部に入っていって支援してるっていうよりは、やっぱそのそこはその地域を愛してるリーダーと出会って、その人を通して活動できたなっていうことはすごい思いますね、うん、僕なんかこう逆に慰めもらっちゃったりとかして、お互い気遣ったり、こうなんか人間味のあるこの、うん、交わりの中になんかこうなんか入らせてもらったような感じもあった気がしてきた、うん、思い出してきた。まあね、あの出来事がなかったら全くこういう風になってないじゃない。この関係性だったりとかさ、この、ね、お医者ができたっていうこともそうだし、でももちろんあの出来事が起こってほしくなかったってすごい思うけど、でも、ね、今につながってるって思うとなんか不思議な、良かったって全くもちろん言えないけど、何なんだろうな、本当に言葉にできない不思議な感覚だけどね、12年振り返ってね。ここに集会所売却専用って書いてあるんですよね。ここがあの集会所の一番西端だったんですよね、はい、ケンちゃんたちこれ屋台でやってもらえないかとかね、はいはいはい、そんなお願いもたくさんやりましたし ね、はい、あとはここの火災住宅の関係だけじゃなくて、大曲浜でやってた青い鯉のぼりの時なんかもね、ケンちゃんたちに来ていただいて、あそこで
寒いので温かいコーヒー振る舞ってとかね、100人で36メートルね、はい、乗り巻きやりましょうなんて言っても、それだって1000人以上の人が来る、はい、同じ仮設住宅に行っても私たちはか楽しい仮設住宅の生活ができたよなっていうふうに今思っていただいてると思うんですよね。励ましに行ってるっておこがましいけど、なんかそういうような思いで最初来るんだけど、逆に元気もらって帰るっていう繰り返しでここに来たいっていうエネルギーがね、やっぱり継続的に関わりたいって思いが、あの時から見るともう12年経ってるんですから、本当ですよね。いやそれでも、こういったね、関係ができるっていうのもね、あれがなかったら、こうやってお話することなかったわけですから。そうですよね。その子